12月13日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。12月13日生まれの方は、華やかな雰囲気で周囲の人を引きつけ、誰からも愛される魅力を持った方です。独立心を持って行動できる方ですが、周囲との輪も大切にしますので、組織の中ではまとめ役として欠かせない存在になります。上手に周りを立てながら自分のやりたいことを実現していく力があります。コミュニケーション能力が高く、人間関係を築いていくのも得意です。優雅な振る舞いで密かに憧れている人も多いようです。交渉能力にも優れていますので、相手を説得することも得意です。自分の意見をしっかりと伝えることができる方ですが、はっきりした物言いで相手を傷つけてしまうこともありますので、言葉や伝え方に気をつけてください。また周囲の人からは落ち着いて余裕のある人として映ります。そう見られることを望んでおり、人前で弱い自分を見せることはほとんどありません。しかし実はとても繊細で、傷つきやすい一面も持っています。人の痛みに共感できる優しさを持った人でもあります。一度言ったことは取り消さない頑固さを持ち、自分の夢に向かって邁進するエネルギーを持った人ですが、自分が本当に楽しいと思ったこと以外には集中力が続かない傾向もあります。一度ハマるととことん突き詰めて、情熱に満ちたパワーを注ぐことができますので、何か集中できるものを見つけると才能を開花させることができます。とても愛情深く、誰に対しても親切に接することができますので、多くの人から愛されます。世話好きで困っている人を放っておけない優しさを持ち、周囲を和ませる癒しの力を持った存在でもあり、ムードメーカーとしても重宝されます。人のためを思って動くことができますので、リーダー気質も持っています。でもどちらかというと、周りの状況を見ながら上手にサポートする縁の下の力持ちタイプの方が多いようです。周囲に気を使うあまり、雰囲気に流されてしまいがちなところもあります。自分を顧みず、困った人に手を差し伸べる姿に多くの人が感謝していますので、もっと自信を持ってください。自分の意思を尊重し、オブラートに包んだ伝え方をしつつ行動することで、より魅力的な人物として成長していくことができます。恋愛運、非常に安定志向の方です。家庭は人生の中で最も大事にしている場所です。良き家庭人になることができます。
しかし何一つ新しいことが生まれずにマンネリ化する恐れもありますので気をつけてください。また非常に感受性が強いので人の気持ちを把握することができます。相手の気持ちに対する理解と思いやりで相手を元気づけることができますので非常に異性からモテます。相手から積極的にアプローチをされ交際していくことが多いと思います。癒し系の方ですので恋愛相手に困ることはなさそうです。しかし相手の言いなりになってしまいがちです。母性本能が強く共感力がありますが相手に合わせようとするばかりで振り回されてしまうことが多くなりがちです。自分の意見も主張するように心がけてください。仕事運、相手のために尽くす仕事が向いています。収入面よりもどれだけ相手の役に立つことができるのかという基準を大切にしている方です。競い合う世界や自己主張することを苦手としていますので表舞台で活躍するよりも裏方として活躍していくことが向いています。優しい心遣いと穏やかな性格をしていますのでどのような相手とも歩幅を合わせていくことができます。共同作業を得意としています。あなたの言葉や気遣いに心が癒される人も多く感謝されることが多いので医療関係の仕事に適しています。また人の気持ちを汲み取ることに長けていますので人の心をつかむ販売やプロモーション広報活動という分野でも成功することができます。多くの人と触れ合える職場環境を選んでいくことで大きく成功していきます。金運、自分自身で稼ぐというよりもお金を運用していく才能があります。資産運用の勉強をしていくと財産を増やしていくことができそうです。もともとお金に対する執着心がさほどありません。お金よりも心の満足度を求める傾向にありますので浪費をしたりすることも少なそうです。金銭感覚は堅実的で非常にやりくり上手な方です。常に人に対して優しく接していますので周囲の人からサプライズプレゼントをもらったり家族とも良好な関係を築くことができますので相続などを通じて思わぬ大金が迷い込んでくる可能性も秘めています。以上、12月13日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。